どうも、高井です。これからの動画投稿についてお話しします。これまで、要点、まとめ、読み上げっていう感じで、3ヶ月、4ヶ月ぐらい、動画を作るために、本を読み、で、それを、こういう、ルーズフィーフに書いてまとめていって、まとめたものを、今、ビデオカメラで話しているように、要点を、こう、読み上げていく。そして、それを、 窓見上げたビデオカメラの動画を編集していく。で編集したものを YouTube にアップしていくっていう、そういう作業をしてたんですけど、これだけと3ヶ月4ヶ月かかってしまうで。今の部屋の温度は9.1度なんですけど、最低16度がないと声で震えてしまうんですよ。今ちょっとこらえてます <laughs>。この作業をしていると、どうしても3ヶ月4ヶ月っていうスパンでしか動画投稿できないので、月1本無理なんですね。 なので、今これをやっています。ここまで終わりましたってことを、もしかしたら伝えていくのが一番なんじゃないかなって思って撮影してます。まず、今この本を買いました。これだけ買いました。この中からこの本を読みます。みたいな感じのアウトプットもした方がいいかな。で、煩わらしいかなと思って最初のうちは、この本を読んでアウトプットしていきますって話をした方がいいかなと思ってますが。 買って読んで,で、これからこれを書き上げていきますみたいな。で、書いた上で、これから撮影していきますとか。で、撮影して終わったら、今度は編集していきますとか。で、編集終わったらアップしていきますとか、こういう報告の動画を撮っていったら、もしかしたら少しは。 動画と、チャンネル登録者の解除ボタンを押す人が減るのかなとか思いつつ、もしくはそれで、いや、そんないらないよっていうのであれば、この動画の下のグッドボタンとバッドボタンに対してバッドボタンを押していただければ、じゃあ別の方法考えるよっていうふうに思いますので、一度ご一個お願いします。それでは、チャンネル登録者が一人、 増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。